僕で多分あの1日分回して2500ぐらいしか集まんないです。あ、ただこの前取れた時はあ、まだプレゼントありがとう。前回取れた時金梅さんとか深夜町とかの企画があって、うん、それでうまく取れたんで、はい、みんなありがとう。ジャスミンいらっしゃい。あれピンで取ったんですか？4000人、3000人でしたっけ？4000人です。4000人は僕のピンなんですけど、僕の練習なんですけど、やるとこ行ってんの、そこ間に合ったんですか？まあ、ちょろっと。ちょろっとだけです。やっぱ便所がどうのこうのって言われても、年がなくて、あいつのリスナーとかも、2人がおらんなら、さっきその前に400人渡しとったもんね。ピンで見つけたの。あれじゃない、それって、あの、ヒカル君と竹本が話してて、取らせてあげるってヒカル君が言ってたんだよ、竹本。それで、取られたから、ああだこうだって言ってた。まあ、知らんって話になる。はい、いらっしゃいよ。はい、ワード2です。おはよう、みんな。おい、いらっしゃい。どうも。おはよう。そうだね、もう朝だね。もう5時だよ。うん。予定ないでしょ？大丈夫でしょ、今日は。うん。家でゆっくりしててください。狭いし汚いよ。うん。いつでもフリー、いいね。配信者は鏡だね。え、キャスバンだったっていつなんですか？今年の。やめろ。半年ぐらい前。そこからバットバッチ一本。ツイキャスの動画配信規制、多分聞いたことないですけど、いろんな人に聞いたんですけど、聞いたことない。ラジオ配信しかできない規制。チンコ出すから映像はさせないと。そうですね。で、まあ、いろんなアカウントがあって、8回番組で、9回目のアカウントぐらいで、ようやく落ち着いたんですよ。で、あの、ヤミンとかもいろんな人に応募して配信して、はいはいはい、で、1800いったんですよ。で、その次の日から、もう通知上げたらもう200人とかっていう状態になって、はいはい、その3日ぐらいに、動画配信来てる。キャスも上からだからね。キャス良くないや、あの、運営の体質は。先がないと思う、あの配信サイト。ニコ生みたいになってきてダメだよ。え、じゃあ、ふわっちの収入だけでやってみてる。そうっすね。かっけえ。すげえ。まあ、他にも、まあ、いろんなって言ったら、支援とか、グッズとかも、そんな。今でもフワッチ1本僕ですか？僕今フワッチ1本ですよ。でも初めて2ヶ月目かな。どうですか、やっぱフワッチ最高っすね。めちゃめちゃいい。もう求めてたものが全部ここにある感じがして、もうここでずっとやってこうっていうのが今の考えですね。だから半年は絶対ここでやる。ごちそうさまでーす。
タバコ吸うんですか？はい。多分切れてます？ありますよ。持ってます？あ、了解です。めちゃめちゃ中国語。まあ、歌舞伎だからね。ここはもともと在日韓国人、在日中国人とか、そういう人たちが作った街だから。うん。だから、コリアンタウンなわけだし。新宿はやっぱ特殊だよ。うん。闇が深いよ。はい、ワード2。星野ゆらさんいらっしゃい。初見さん、どうもー。リナネコ推しなんだ。リナネコ伸びてるよね。あいつ喋れるからね。ただ、画質の悪さはどうにかしてほしい。そうそう、大久保とかはもう完全にコリアン。もう韓国人しかいないぐらいのコリアンなの。新宿怖い。あ、まあ、普通の肩着の人が出歩く街じゃないよね。あ、リナネコいいんだ。うん。画質どうにかしなさいよ。スマートフォンでも高画質配信できるんだよ。リナネコ、スマホでも高画質できるんだよ。画質悪すぎるよ。もったいねえよ。まあ、新宿も場所によるよね。歌舞伎町は飲み屋街。まあ、ビジネス街。三丁目の方とかビジネス街だし、西新宿も。ホテル街だしね。ヒルトンホテルとかさ。今 iPhone でパソコンあるんですけど、やり方がわからん。ウイルスいっぱい。じゃあ iPhone の放送でも高画質配信できるんだって。リナネコ画質がクソすぎるんだって。なんか設定ボタンにあるよ。配信の設定ボタンに。顔ブサイクに映るじゃないですか。もともとブサイクか、何言ってんだろう。お前が思ってる以上にお前ブスだからな。調子乗んなよ。この男二人のリアクション見て、ちょっと勉強しなさい。反省しなさい。やれるって言ったやん。言ってねえわ。お前とやれねえわ。全然やれないわ。全然やれない。ギリギリやれる顔っつったの。ギリギリだからね。ギリギリやれる顔。めっちゃ太ったっすよね、こいつ。太ったよね。太ったよね。うん。青山黙れとか言って。いやいや、お前が黙れ。だから、今、リナネコが取らなきゃいけないポジション、マツコデラックスと同じポジションだから。オランも来たわ。喋れる、いかつい人みたいな。配信始めて5キロ太った。赤い服の人、リスナーです。あ、どうも。どうも。テルジャンピンさんおかげで、2年半です。どうも。よいしょ。カラオケ終わったよ。三つ曲げローブいらっしゃい。最近来なかったじゃん。香川さんばっかりよ。あ、もともとね、香川さんの、もうガチ囲い組だもんね。うん。あみ。あら、残念。あら、残念って。カラオケ結局負けたよ。俺が92点1回出して、テルチャンピオンは93点というね、ここでカブトムシ歌ってもらっていいですか？いや、93点、やっぱ、リスナーさんが、93点の歌声、ちょっと聞かせてもらっていいですか？いや、めっちゃ恥ずかしいな、これ。いや、聞きたいよね、みんなね。でも聞きたいよね、アカペラでね。見つめ合うと、素直におしゃべりできない。すいません。あ、ごめんなさい。すいませんでした。すいません、申し訳ないです。すいませんでした。ね、ホームレス起こしちゃった。
それは起きるわな。それが狙い。95点なんか取れないよ。歌うめえな。うまいよね、リノネコね。そう、生で聴いたら震えてよ。俺、カウパーくん出たもん。うまいね。ホームレスめっちゃ睨んでたな。めっちゃ睨んでた。うるせえな、みたいな。っていうか、逆、なんか腹立ってきたな。言ってこないかな。おめえ、不法占拠なんですよ。おはよう。俺、東京、新宿。うん。東京生まれ、新宿育ち。ナマポのやつは大体友達。うん、東京、東京。どれくらい滞在するんですか？16日までですね。おー、結構長めに撮ったんですね。だから、ロハコさん紹介するって。いや、ロハコさん絶対絡んだ方がいいっすよ。ヒカルくん多分沖縄でしょ。ん？ヒカルくん？え、テルザンビいずれ東京来るんですか？いや、まあその予定ではいるんですけどね、うん、大阪か東京かも。おお、でも今大阪の配信者熱い人いなくないですか？誰もおるんですか？おらんすね。うん、ウナもいないし、東京の方がなんかコラボとかやりやすいんじゃないですか？まあね、うん、絶対有利だと思いますよ。え、東京来たらロハコさんに挨拶に行くっていうのがさ、やっぱ配信者の、挨拶っていうかね、身を捧げるのはね、やっぱ男配信者の醍醐味だよね。荒ぶる神々の力をね、沈めるためにね、若い男をこう提供していかないと。ワンタロウ乳首舐めてたからな。くっそ、大炎上してたからな。ね、前回面白かったよね。どんな人なんですか？ワイドルさん、僕はですね、キッチンが大きい若い男が好きなんですね、って言う。そんな感じ。そんな感じ。え、何歳なんですか？ 51? もう長いうん。51。ロコさんは和道さんと付き合っている動画見たことあります？ああ、だから中途半端にそうなっちゃってんだよね。喋る、喋る思想ゲイ。すごい的確だな、それ。うん、そうだね、喋る自動。でもまあ、ニコ生ではマーメイドって呼ばれてるからね。ローコさん絶対面白いよ、絡んだら。うん、絶対絡んだ方がいい。いい思い出になる。いい思い出になるかトラウマになるかはその人次第だけど。うん、ジュゴン。確かにジュゴン似てるかもしれない。マーメイド。マーメイド座りよく聞く。今日は何する？俺、あれだもん、仕事だもん。この後。よし。え？おお、どれくらい行きました？ 2000 ぐらいか。あ、なるほど。ありがとうございます。俺仕事、この後。よいしょ。寒い。仕事あるのに寝ないで大丈夫？今寝たらアウトかな、完全に。これはだから配信分回してるんだい。部屋の中で。配信付けの日々だから。でも今日はもともとリスワン取りに行こうと思ってた日だったから、もう夜中からずっと、その日のためにスケジュール管理してたから、働き終わって夕方からもまた分回すよ。うん、仕事頑張れ、ありがとう。疲れた。
いや、今からは行かない。っていうか、なんか、テルタンピンが、あんまりロハコさんと会いたがってないんだよね。絶対会った方がいいのにね。配信的には。リスナー的にはそんな面白いことないからね。本人が、全然興味ない。全然興味ないらしいね。全く興味ないみたい。会うなら配信レポートしますって言ってる。絶対面白いよね。自分に興味を持った人たちが会いたくないですか？ああ。誰が興味ある配信者で、誰かいます？サメジロです。ああ、サメさん。サメさん LINE 出ないかな。サメジロか。はい。はい、まあまあそれぐらいですね。サメ島さんどうなんだろう。もう一回会いたいですけどね。ほうほうほう。はい、みんなやっぱりお箱は会うべきって。サメさんでも多分普通にコメントとかもうコンタクト取れてるんですか。僕は別に喋ったことある程度です。おお。多分、リア突とかいきなり行くと怒ると思うけど、普通に連絡して、沖縄から来て、会いたいって言ったら、普通に多分会ってくれそうな気はするけど。うん。まあ多分、家に来いっていう話になると思う。クリスマスイブ、僕、サメ島さんと過ごしますからね。イブじゃねえや、クリスマスだ。サメ島さんのクリスマスパーティーに呼ばれてるんで。あら。頑張ってよ。世界で一番可愛いサメちゃんはどうなんだろう。サメちゃん筆記感ある。サメちゃんさん、外配信レアだからね。そうっすね。うん。なんかでも最近すごい。アクティブだよね。うん。そう。昨日も海入ってたし。うん。何だっけ、花火200。70発とか上がってましたよ。13万5千1時間で稼ぐのと思って引いたもん。引かない ?13 万5千円って六本木かよって思うよね。そんな稼ぐキャバ嬢いねえぞ、今。まあ、さすが世界で一番可愛いだけあるよね。半端ねえわ。10年間配信ね、伝説だよね。すごいよね。レベルが違う。だって FC2 でも1ヶ月で、いくらだっけ ?200 万くらい稼いでたよね。うん。いや、サメ島は1ヶ月で200万とか、サメさんはすごいよ。そんな稼いだんですか ?FC2 時代に、どれくらい？え？ちょうど1年前かなぐらいになんか、もうサメ島無双状態ですよ。もう200万。バイク買ってましたもんね、それで。すごかったよね、あの頃の鮫島さん。ファンが根強いし。キャリアも長いしな。いや、すごいよ。やっぱね、配信者サメ島嫌いみたいなのは、あれみんなのノリで、実はね、裏ではね、サメ島さんみんなリスペクトしてるし、仲いいよ。うん。サメ島を嫌わないといけないというキャラをみんなで守ってる感じだよね。サメ島嫌いキャラをみんなで守ってる。うん。いや、だから配信者はキャラ守るためにそういう風に言ってるだけで、みんなサメ島のこと好きだよ。うん、俺も好きだし。プロ精神がすごいよね。カメラ回った瞬間にやっぱ、あのキャラにパチンってスイッチ入れるからね。かっけえよな。
サメさん面白い。面白いよね。いや、普通に面白いよ。うん。俺も会いたいな、久々。一年ぐらい会ってないよ。サメ島兄さんに挨拶行こうか。だからサメ島さん、LINE が繋がんないんだよね。基本 LINE 見ないで、サメ島さんは。ああ、そうだよね。配信中にコメントで今から言ってもいいですかって聞くしかないよね。多分それだわ。いきなりのリア突だと揉める可能性あるから。そうだよな、いきなり来るの失礼だもんな。ヒカルくんやってる。ショールームの知り合いの枠。ああ、行ってらっしゃい、行ってらっしゃい。ショールームってまだあるんだ。ショールームね。懐かしい。ショールームも稼げるんでしたっけ？いや、僕知らんすね。アイテムもらえん、どうだったっけな。ああ、勝負挑めば。ハンタロウさん上手いっすね。あ、絶対乗っかってくれそう、それ。うまいやり方だわ、それ。東京超寒いよ、今日。激寒。一回そこの車逃がした方がいいかもしれないですね。超寒い。見て、登山家みたいな格好になってる。これ、やり手の登山家の格好でしょ。寒いよ。今日は特に冷え込んでる。おう、シェレン、おはよう。おはよう、テルチャンピンさんと今一緒にコラボやってます。シェレン、朝早くね。うん。雪も降ったっすか、こっち。雪はそれが、いつ降ったっけな。11月で降ったんですよ。それが40年ぶりとか。早かったんですよ。え、違う、60年ぶりだっけ ?40 年ぶりだから60年ぶりくらいに11月に雪降ったんだよね。あ、そうだね。北の国からの五郎さんみたいになってるね。わかるかも、それ。田中邦衛みたいになってるね。でも沖縄が27度だったんだって。もう半袖で過ごして海入ってたのに、急にこんな寒いからびっくりしてんだって。うん。それはまあ寒いわな。この辺が自分住んでるエリアなんですけど、あの、この辺高級住宅街のエリアなんで、うん、多分マントさん金持ちっすね。あ、そうなんですか。うん。この辺ワンルームで17万とか住んで、はい、7畳とかの部屋で。家近いって言ったら多分、タワマンに住んでるんだろうし。
コンビニ行ってらっしゃい。行ってら。うん、この辺高いよ。最低でも12万から19万ぐらいの幅。俺のはボロアパートだから偶然見つけた6万の物件だけど。うん、ボロボロっすよ、でも。エリア的にはリッチないいエリアですね。リポッター、リポールって何だろう、どうですか、リポって。なんだかよくわかんないんですけど、リポありがとうございます。なんだろう、リポビタンで飲んだのかな。リポールがちょっとわかんないな。リポありがとう。あー、宣伝してくれたの、ありがとう。ありがとう、万太郎さん。嬉しいです。あ、それをリポって言うんだ。初めて知った。拡散してくれたんだ。ありがてえ。あ、めちゃめちゃ早い。うん、4時半ぐらいからもう。もう真っ暗。そうね。うん。向こうだって7時っすよ。ええー、嘘嘘嘘でしょ ?7 時まで明るいっすね。マジか始まったと思う。夜の7時。明るいや、みたいな。ええー、すげえ。こっちは早いっすよ。すぐくれますよ。うん。全然ちゃうっすよ。はぁ。あと、ラグモス、やばいっす。ラグ？ラグ30秒。え？嘘？嘘？ラグ30秒。やば！やりとりがもう偉い。コメント拾いづらいですね。ラグがすごい。すごいっす。へぇー。海外との中継みたいになってる。星の沖縄の、みたいな。ありがとうね、万太郎さん。嬉しいです。コンビニ寄りますか？だけトイレはあるかな、聞いてみて。多分ないかな。隣の松屋はあるかもしれないです、確か。隣の松屋、うん。
16円。1000円で、はい、行きます。ランドセルショって頑張ってるよ。トータル3キロだ。ふわっちから給料入ってるから、初給料確認するわ。ロータリーいらっしゃい。ふわっちから給料入ってるから、今日12だよね。今日入ってるはずです。あれ、朝8時から、なんだこれ、電源ついてないな。キャッシュカード土日も便利にご利用いただける。え、なにこれ、ATM ついてない、なんだ、使えないのか ATM。 うんこしました。楽しそう。楽しいよ。人生楽しまなきゃ損でしょ。人生は楽しむために生まれてきたんだから。本当はどこに滞在する予定だったんですか、その泊まるところとか。いや、もう行き当たりばったりです。ほんまタイミングよかったんです。はい、あ、よかったよかった。はい、じゃあノンプランで、もうノンプランです。すげえ。だってここに来たのもう7時しかないですか。え、マジで。ちゃんとするやば。花火ちゃんから小遣いもらってたんです。すげえな。片道切符？え、帰りどうすんの？帰りは、うん、帰りもなんだかなうっていう。何も考えちゃう。なんともなんねんじゃねえのか。何も考えちゃうね。やば。大阪は自分の相手に行かなかもんで、うん、なんとかして、行っちゃいです。あれ、もしかして頭悪い人？めっちゃ悪いですよ。頭悪い人だ、はい。あ、そうだったんだ。賢そうに見えたけどな。うん、あ、すごいね。成田も本当に天然で。うん。へぇ、そういうこと見せて、もう歩いて新宿行こうかなと思って。70キロ歩こうと思って。だって、海老蔵さん3日ぐらいかかったんだよ、それ。ああ、なんだかんだ。しかも、うん、リスナーさんがお金振り込まれてたんですけど、うん、だけど、うん、土日やったもんで、土曜日も振り込めないっつって。うん、どうしようもない状況で70円で月曜日までくれるとかどうっつって。やば、うん。新宿だよ。うん。俺だって新宿済みだもん。うん。やればできる子なんだね。じゃあ人生なんとかなるんだよね。なるんすね。うん。すげえな。70円しかないんだ。
もあれでしょ、今日もあのフワッチの給料日で結構振り込まれるんでしょ。いや、でもフィックスやもんね。あ、そうなんだ。そうやって、そう気持ちだけ振り込んで、自分で。それでなんとかする感じだ。都会良くないよ、全然。田舎の方がいいよ。ここです。うん。東北寒い。あ、まあ、東京も寒いよ。うん、あれ？ノンタン来た？あれ？ノンタン来たっぽいな。あれ？ああああああ、ドクロです、それは。頭蓋骨ですね。うん。うん。あの、怖っ。うん。ごめんなさい、狭い、狭くて。あ、うん。うわぁ。うん。すごい。一軒家じゃないよ。あ、じゃあ、その辺で寝ちゃってください。うん。どこすか？この辺で、ベッドで。うん。はい、そのまま食べてた。うん。大丈夫です。まあ、適当にちょっとやってくれたら。うん。なんか、トイレはそこです。はい。一軒家じゃないよ。アパートだよ。ホロアパート。よっしゃ。じゃあ一回枠取り直します。お疲れ様です。枠取り直します。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんだよ、もう。